さあ皆さん、超文読から授業がやってまいりました。皆さん、以前からお伝えさせていただいていることなんですが、皆さん、大切なのは、皆さん、言い換えを探すことですからね。長文読解では、言い換えが重要というところです。そして、その言い換えは、じゃあ、どっから見つかるんですかって言われたら、皆さん、一文の後半。後半をしっかり見てくださいね。そして、それをもう少し詳しく言うと、このあたりですね。そして、さらに、このあたり。このあたりをしっかり見ていただきますとヒント、見つけやすくなりますので、この後実演に行きます。さあ皆さん、南山大学へ行ってみたいと思います。本日の長文は段落6つ、そして設問形式はこういう感じでございます。内容一問題、空所補充、そして下線部説明ですね。総合問題ではございますが、一緒に頑張っていきましょう。さあ皆さん、第一段落一読をお願いいたします。サミさん、第一段落の内容を踏まえて問いの21番ですね、考えていただけるとよろしいかと思います。サミさん、設問の指示にですね、皆さん点点点打ちましたが、皆さん歴史上点点点ですね。で、皆さんそれが本文中この辺りでよろしいかと思いますが、そこから皆さん読んでいくと1位、そして2位、3位という話で、これですね、However ですよね。皆さん、以前からお伝えはさせていただいておりますが、対比でございます。皆さん、However、対比、つまりその後ろに筆者の主張、大事な情報が隠れている可能性が極めて高いので、おそらくヒントはこの下線部引っ張ったところでいけそうですね。皆さん、ですから正解は D ですよね。was not ranked at all ということで、皆さん、ランクに入っていなかったんですよね。もちろん、このメアリーさんですけども、黒人女性のメアリーさんはこれですね。No black people were named in the BBC poll ということで、皆さん、この BBC の調査に、黒人の方の名前は全く今までありませんでしたということでございますので、言い換え可能ということで、D が正解ですね。でもちろんヒントにしたのはもちろん対比でもあり、なおかつ皆さん否定語ですよね。皆さん否定語から後ろが重要でございます。その点で情報構造バッチリですね。で皆さん、続いて第2段落でございます。皆さん、これを一読していただいて問いの22番よろしくお願いいたします。で皆さん、この子供時代の様子はこの辺りに書いてますよね。ですから、このあたりがヒントになっていけそうですね。ですから、正解は A ですよね。ジャマイカでございます。もちろん、ここにそのまま書いてますからね。バッチリでございます。で、もちろんヒントにしたところですが、これですよね。前置詞の右側ということで、情報構造バッチリです。さあ皆さん、続いて第3段落でございます。まずは問いの23番考えていただけるとよろしいかと思います。で皆さん、設問指示のウォーゾーンですが、皆さん戦争の話は皆さん段落一番最初読み始めると書いてあるんですね。ですから皆さん、このあたりがヒントになってるかと思います。ですので正解は B ですよね。皆さん、クリミアの話はしっかり書かれております。で、皆さん、根拠になったところは、これですよね。前置詞の右側ということで、情報構造バッチリです。で、皆さん、続いて問いの24番考えていただけますでしょうか。で、皆さん、おそらくヒントはですね、空所の右側のこの二重防線部あたりではないでしょうかね。まさに皆さん、her own way ということですから、自分の手で、一人でですね、ウォーゾーン、紛争地帯まで赴いておりますので、ということは、このオファーですよね。それがどうされたから、自ら進むことになったのか、というふうに考えていただけるとよろしいですね。ですから正解は B ですよね。リジェクト、拒絶ということです。ですから、皆さん、申し出は拒絶されたからこそ、自ら紛争地帯に赴くことになったんですね。ですから、ヒントは、この二重防線のところです。アレンジ、一般動詞の右側ということで、情報構造バッチリです。で、皆さん、ちなみに、意味的にいけそうなオブジェクトですね。反対。
これが確かにいけそうな感じはするんですが、皆さん思い出してくださいね。オブジェクトは自動詞でございます。ですから、was objected by 自動詞は受動態にできないですからね。ですから皆さん文法的に A は×ということでよろしいかと思います。さあ皆さん続いて第4段落でございます。一読お願いします。さあ皆さん問いの25番でございますが、先ほど皆さん第4段落の後半でですね、いけるかと思いますので、考えていただけるとよろしいかと思います。で皆さん、設問の指示はですね、ナイチンゲールに当てはまらないものですからね。ですから本文と違うものを選んでいただけるとよろしいかと思いますが、おそらくヒントはこの下線部引っ張ったところではないでしょうか。で、皆さん読んでみるとですね、まずマネージャーとして働いてますよね。で、皆さん、ほとんどすべての時間を、皆さん、看護師さんの訓練に使ったり、もしくはこのケアシステムをインプリメント、実行したりしてるんですよね。それと当てはまらないものがいけそうですね。ですから正解は C ですよね。inefficient ということで、皆さん効率が悪い、能率が悪い、無能なオーガナイザーということですが、無能ではないですよね。しっかり訓練したり、システムを実行できておりますので、無能ではなさそうです。ですから答えは C ですね。で、皆さんヒントにしたところですが、例えばこの辺りだったら B 動詞の右側、そして一般動詞の右側ということで、情報構造バッチリです。で、皆さん続いて第5段落一読をお願いいたします。さあ皆さん問いの26番でございますが、皆さん第5段落前半でいけるかと思いますので、考えていただけるとよろしいかと思います。で、皆さん、設問の指示に対応するところがここですよね。ですから、皆さん、この第5段落前半でいけそうですね。ですから、皆さん、正解は A ですよね。シハとリトルマネーということで、お金がほとんどありませんでしたという話でよろしいかと思います。で、皆さん、もちろんヒントはこの波線引っ張ったところですね。スペントオールモストオールオブハーマネーということで、やはりほとんどすべてのお金を使い果たしてしまった話がありますね。ですから、つながってきますので、A が正解ということでよろしいかと思います。で、皆さん、ヒントとしたところですが、これですよね。一般動詞の右側ということで、情報構造バッチリです。さあ皆さん最終段落でございます。最後皆さん問いの27番お願いします。で皆さんまずダメそうなのはコングラチュレイトですね。皆さんもちろんこれだと人をお祝いするんですね。皆さん今回目的語はインポータントプレイスでございますので、これ皆さんご法上ダメですからね。で皆さんおそらくヒントはですね、この下線部引っ張ったスターチューですよね。皆さん、これ、像を立てるに値するという話が書いておりますので、これで選択しいけそうですね。ですから正解は B のオーナーですよね。皆さん、オーナーと言われたら、栄誉を授ける、栄誉を与えるという話ですね。ですから皆さん、彫像を立てるに値する人物なんですから、それは栄誉。名誉なことでございますので、B が正解ということでよろしいかと思います。で、皆さんヒントにしたのはこれですよね。deserves という一般動詞の右側でございますので、情報構造バッチリです。さあ皆さんお疲れ様でございました。さあ、南山大学ですね、内容一問題とか、空小銃とかですね、いろんな皆さん形式がある総合問題ということでよろしかったかと思います。で、皆さん、レベルは、そんなにべらぼうに難しいという感じではなさそうですね。標準レベルでよろしいかと思います。ただ、やはり試験中ですね、余裕を持って解くためには、少し難しいと感じられるであろう、皆さん、カンカン同率ですよね。このあたりでも練習をしておくと、試験当日余裕を持って取り組める、かと思いますので、それがね、合格に近づくかと思いますので、取り入れていただけるとよろしいかと思います。ということで、明日以降もよろしくお願いいたします。